抗議行動を行っております。ぜひ宿泊客の皆さんにぜひご理解をいただきたくお願いしたいと思っております。毎日お騒がせをして大変失礼をしております。このホテルは組合潰しを目的に32名の従業員を不当にも解雇しております。私たちはこの解雇の撤回を求めて、現在このゴールデンウィーク中毎日このホテル前での抗議行動を行っております。ぜひこの事情についてご理解とご協力を訴えていきたいと思います。日本においてもこのホテル労働者の戦いを支援する輪が広がっています。日本の労働組合のナショナルセンター連合がこのホテル労働者の戦いを支援する決定を行っています。ぜひ日本人の宿泊客の皆さん、ご理解を訴えていきたいと思います。